皆さんこんにちは。日々好きで絵を描いています。でもなんか好きな絵ばっかりをいろいろ描いているんですけど、例えばマンダラとか、あとタングルアートとか、まあ、好きな形が決まってて、いつも同じものばかり描いているので上達しているのかなっていう感じがあって、やっぱりきちんと練習は練習でやっていかなきゃいけないって思い始めました。ツイッターとか YouTube 見てると、なんかすごくね、全然まだ絵が描けなかったところから毎日練習した子たちがどんどん上手くなってるのを見て、やっぱり継続は力なりなんだなと思っています。それで私は普段は結構ね、平日忙しく仕事をしていて、なかなか絵を描く時間が取れないとかね、そんな、なんていうのかな、言い訳をしているんですけど、どこかの、なんか漫画家さんかイラストレーターさんか、アニメーターさんだったかな、の動画でですね、モチベーションに頼っていたのでは絵は絶対に上手くなりません、習慣化しないことには上達はありえないのですっていうのを聞いてからですね、これはしっかりやっていこうと決意をしたわけです。それで今、ちょっとずつ毎日続けています。で、これが、1日目、2日目とクロッキーをしたり、顔の絵の練習をしてみたりとか、パーツの目だけとかやってみたりしています。その中でもね、やっぱ自分の好きなタイプの絵は結構何回もね、描きたくなっちゃうもので、最近こんな顔の絵を練習しています。これからもね、だんだん練習を続けて、どこまで上手くなれるのかなっていうのをね、記録していきたいと思います。まずは1回目、1週間分、7日分って言ったらいいのかな、きっと1日1ページとはいかない日もあると思うので、ちょっとずつ記録していけたらと思っています。最後まで見ていただいて本当にどうもありがとう。チャンネル登録してくれたらとっても嬉しいにゃん。